2023-24 B リーグ第19節ノジマスケラ神奈川相模原対サンフレッチェ広島レジーナの試合が開催されます。まずは全勝するのと、まあ、あとは積み重ねてきたことをしっかりピッチで表現できるように全体でやっていきたいです。中2日なのでしっかりリカバリーしてチーム全体でいい準備をして次も勝ちに行きます。連戦っていうところで、まあ、難しくなってはくると思うんですけど、勝利を積み上げていくことが大事だと思いますし、勝つことを考えてチーム全員でやっていきたいなと思ってます。走って戦う花巻、もうまずはそこ徹底する。この間のゲーム同様、前半20分相手陣地でプレーするしゴールがいい。 OK、 開始20分集中力高めていくよ。バトル、セカンドボール回収する、競り合いどころ競り勝つ、目の前の相手ね、どれだけ戦えるかよ、どれだけ相手を上回れるかよ、嫌がらせるかよ、いいね、そこの戦い、まずはそれぞれ相手を上回るね。で、今日簡単なゲームにならんからね、厳しいゲーム覚悟して全員でじれずにつながり持って戦う。OK、 自分たちの時間帯当然ある、相手の時間帯長くなること、そんな当たり前、そこはじれずに自分たちでしっかり声かけ合いながらやるね。っていうのは我々はチャレンジャー、何回も何回もトライし続けるチャレンジャー、そういうゲーム今日するし勝ち点3持って帰る。 OK、 行くよ。はいかね、はいか、全員で OK、 今日も入りからね、簡単なゲームにならないのは分かった上で、その上でみんなでつながり持って90分間通して戦うよ。よし、待ってよ。はい、
でゴール向かうボール、今度風上やからもう少し軽いタッチでキーパーの前横切るようなボール、ちょっとかすったらゴールになるような形作っていけるから、そこクロス、もう一個いいボールを送ってあげる。で後半立ち上がり、もう一回20分圧力かける、ギア上げる。で交代選手も含めて、さらにギア上げて勝ちに行こう。 OK、 行こう。じれずに、いや本当そこがね、今日はみんながつながりを持ってやってくれた、もう彼女たちの成長になってつくづく思わせてくれるゲーム展開ですよね、ようやってくれました、もうありがとう。それだけ大好きです。Thank you.
でした。本当素晴らしいゲーム。今日俺の誕生日のために勝ち来てくれてありがとう。こう盛り上がるとこじゃん。本当にみんなハードワークして、中2日で厳しい日程やったけど、全部出し切った。じれずにね、それも。簡単なゲームじゃなかったと思うよね。後ろの選手もなかなか、相手そんな攻められる展開じゃないけど、やっぱ一発怖いし、すごい気抜いてやられるゲームも今までもあったよね。で、攻撃の部分もあれだけ攻め込んで、ゴール奪えないシーンっていうのも当然たくさんあったし、あんだけ固まれたらやっぱゴール奪う簡単じゃないよ。でもあの手この手尽くして、みんなが積み上げてきたものをあの手この手尽くして、小田選手も含めてね、ゴール奪ってこうやって勝ち切るっていうのは、いや本当嬉しいわ。俺のためにありがとう。ほんでみんな最高、ナイスゲーム、お疲れ様でした。じゃあみゆき、お疲れ様でした。なかなか点が取れなくて、厳しい時間続いてますけど、まあ、全員で1点取って勝ち切れたのですごい嬉しいです。やっぱゴールに関わるプレーをして、まあ、3勝して終われるように頑張ります。ナイス勝利でした。ありがとうございます。お疲れ様です。前半に風下だったのはラッキーって思ってました。前節もですけど、シノが持ったら絶対中が来るって思ってたので、とにかく信じて待ってました。もっともっとこうシュートシーンを作れるように
分たちで回すだけで満足しないで、こう迫力を持ってゴール前に行けるプレーを出しながら、自分もそこで結果を出せるように、参照して終われるように頑張ります。